ジェームズ・ジム、レイトン・ベイは、スコットランド・ジョンストン出身のサッカー選手。現役時代のポジションは GK。現役時代は、アバディーン、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、レディング、ダンディー、シェフィールド、ハイバーニアンでプレーした。また、代表では4度の FIFA ワールドカップと1度の UEFA 欧州選手権のスコットランド代表経験を持つ。 アレックス・ファーガソンが監督をしていたアバディーンでデビューし、3度のリーグ優勝、ウィナーズカップでの優勝等に貢献。アバディーンの黄金期を支え、スコットランド代表にも選ばれる。1988年に、ファーガソンが監督をするイングランドのマンチェスター・ユナイテッドに移籍。その後、アーセナル・レディングへのレンタル移籍を経て1992年に、ダンディーに移籍し、 スコティッシュプレミアリーグに復帰する。1993年に移籍したハイバーニアンで活躍し、1997年にはアバディーンに復帰。2000年に41歳で現役を引退した。41歳と302日という年齢は、スコティッシュプレミアリーグの最年長選手記録であった。1982年から1998年まで17年間の、 間代表を務めた。1982年の東ドイツ戦で代表デビューし、同じ年のワールドカップスペイン大会では出場はなかったがメンバー入りし、1986年のメキシコ大会、1990年のイタリア大会では全試合ゴールを守った。1996年のユーロ96ではアンディ・ゴラムにポジションを譲るも、 1998年のワールドカップフランス大会では再び成人系として全試合ゴールを守った。1998年10月10日のエストニア戦で代表を引退。代表キャップ数91はケニー・ダルグリッシュに次ぐスコットランド代表史上第2位の記録である。ありがとうございます。